2022年11月11日にウクライナ軍は、南部ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域を奪還したよ。まだ同市に取り残されたと見られるロシア兵が残存している可能性が高い中、ウクライナのゼレンスキー大統領が突如ヘルソン市を訪問し、ヘルソン市内の部隊の視察を行ったようだな。ゼレンスキー大統領はリーダーの器だよね。危険が残る中、自ら足を運ぶんだから。そうだね。さて今回は、ウクライナ東部ドネツク州で戦闘が激化していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ヘルソン市ではヤヌシェビッチヘルソン州知事が12日に、州都ヘルソン市が行政機能を再開したことをとフェイスブックで表明していて、ウクライナ国家警察や保安局 SBU、非常事態庁なども市民生活の再建に向けて、ロシア軍がそこら中に埋設した地雷の除去活動など、市民生活を復旧させるための活動を始めており、ゼレンスキー大統領によると、ヘルソン州で奪還されて解放された地域の226の集落において、12日の時点でおよそ2000個にも上る地雷や不発弾が発見され除去されたよ。大統領は13日夜のビデオ演説にて、撤退を急ぐロシア軍によって破壊されたヘルソン市内の水道や電気などの一般市民用のインフラの復旧を急いでいることや、解放された地域の治安が回復しつつあることのほか、ロシア軍撤退後に市内に入ったウクライナ当局担当者の調査によって、ロシア軍による戦争犯罪がヘルソン市周辺だけでも400件以上に上り、当局が捜査に乗り出したことなどを明らかにしたんだって。さらに、13日は国内の5つの州でロシア軍からのミサイル攻撃や空爆を受けたとした上で、東部ドネツク州において、数日前から激しい戦闘が展開されていることについて述べたぜ。ドネツク州においてはロシア国防省が13日に、ロシア軍が同州中部のマイオルスク村を占領したことを公表したほか、周辺の戦闘においてウクライナ軍を撃退したとしているな。ヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域から撤退したロシア軍部隊は、11日までに東岸地域への移動を完了させ、川沿いの防御陣地を構築して強化しているとされ、ウクライナ軍の進軍を阻む作戦に転じていると見られているよ。さらに13日の情報を総合すると、ロシア軍がドネツク州において占領地域の拡大を試みていると見られ、そのことで南部戦線のウクライナ軍の勢いを削ぐことを狙っているとも読み取れるな。そのドネツクでの激戦をめぐってウクライナ政府が14日、ドネツク州においてロシア軍が催涙剤を詰めた手投げ弾をウクライナの国境警備隊員の拠点に投下したと発表して、ロシア軍の国際法違反を指摘して非難したらしい。催涙弾は戦場での使用については化学兵器禁止条約などで禁じられており、ウクライナ側はロシア軍がドネツク州での戦闘において催涙弾を繰り返し使用しているとしているみたい。催涙弾を使われたとするウクライナの国境警備隊員たちの証言によると、拠点に飛来したロシア軍のドローンから複数個の手榴弾が投下された際、目や鼻などに強い刺激を受けてしばらくの間身動きすることができなくなったというぜ。催涙弾は交際法違反になるんだね。それを繰り返し使っていたなら非難されてもおかしくないよね。ロシア軍は、この侵略戦争ではウクライナ国内において国際条約などで非人道的兵器として使用が禁止されている。クラスター爆弾を使用したことが疑われているほか、10月にも催涙弾をザポリージャ州で使ったとしてウクライナ側が非難しているんだって。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW は、ロシアのプーチン大統領がドネツク州での占領地域拡大を図ることと引き換えに、ドニエプル川西岸地域からの部隊撤収に同意したと見られると指摘しているぜ。その上で西岸地域から撤収した兵力をドネツク州の戦線に回す可能性にも触れているのであるが、ヘルソン州において橋が崩落しているドニプロ川を境としてウクライナ軍とロシア軍が睨み合う膠着状態に陥った場合、ドニプロ川を溶かして東岸に渡ってのクリミア半島奪還を後回しとして、ヘルソン奪還に当てていた戦力をそれ以外の他方面に転戦させる公算が大きいと見られ、それらのことからこの先、数ヶ月程度の経過で停戦の動きが出たり、戦闘のペースが低下したりすることは非常に考えにくいとしているらしい。ロシア国内では、ロシア軍にとっては2月24日に始まったウクライナ侵略において、南部の要衝とされるヘルソン市の占領が唯一の戦果といっても過言ではないのであるけど、そのヘルソン市から撤退してウクライナ軍に明け渡したことで、
対ウクライナ強硬派が中心となってプーチン批判が吹き出しているとされ、これまでプーチン大統領の独裁状態であったものが、クレムリンでの権力闘争が激化する可能性があるとの指摘が出ているらしいよ。このところ公然とプーチン批判を展開しているのが、プーチンの盟友あるいはプーチンの頭脳と呼ばれ、プーチン大統領のウクライナ侵略の野心に火をつけた人物ともされている、ロシアの民族主義的思想家アレクサンドル・ブーギン氏となっているよ。そうだったんだね。ブーギン氏はどんなことをしてプーチン大統領の侵略の野心に火をつけたの？ブーギン氏は、英国の人類学者フレイザーの著書を引用して、厳しい日罰が続いている中で、雨を降らせることができなかったとして命を奪われた雨の王の霊を示し、独裁者はその身を捧げて国家国民を救うか、さもなければ雨の王と同じ運命をたどるかのどちらかだと指摘していて、このことはウクライナ侵攻が明らかな失敗となった際には、プーチン大統領は脊椎球から逃れることができず、失脚が待ち受けていることを示唆したと見られているんだって。ブーギン氏は8月、モスクワ近郊において娘のダリア氏の乗る乗用車が爆破されて殺害されており、そのこともあってプーチン大統領に対して恨みや憎しみを募らせているとの見方をする向きもあるらしいな。ヘルソン市からの撤退については、10月にロシア軍総司令官に着任したスロビキン将軍がヘルソンは困難な状況にある、として撤退を進言したことに基づいて、ショイグ国防相が決定したとの形になっているみたいだよ。しかし、これまで首都キーウ攻略失敗や、ハルキウ州でのロシア軍の惨めな敗走など失敗の数々について軍上層部を批判してきた対ウクライナ強硬派が、その矛先がプーチン政権に向けられつつある兆候であるとの見方が出始めているぜ。プーチン大統領は9月末に、ウクライナ東部で新ロシア派武装勢力が立ち上げて、独立国家として承認していたドネツク人民共和国ドネツク州とルガンスク人民共和国ルハンシク州、南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州において、そのすべてをまだ占領していないにもかかわらずロシア領として併合する案を発し、とても公正とは言えない住民投票を実施した上で半ば強引に併合したみたいだな。国際社会はこれを正当な併合とは認めず、国連においても非難決議案が賛成多数で採決されるなどしていたけど、プーチン大統領はロシア国内に向けて4州はロシアの領土との主張を強調して繰り返したんだよ。撤退した今もロシアのペスコフ大統領報道官がヘルソンはロシアの領土であるとの主張を繰り返しているが、その主張にあるようにヘルソンがロシアの領土であるとするならば、そこを撤退して放棄することは、厳密に言えばロシアが2020年に憲法を改正して定めた、領土割譲の禁止に違反することになるとして、ウッドロー・ウィルソン国際研究センターケナン研究所のウィリアム・ポメランツ所長が指摘しているみたいだね。そして、プーチン大統領は自らそのタブーを犯し、併合した領土を自らウクライナに返還する判断を下ろしたことになると述べ、このことプーチン大統領にとって極めて重大な敗北となるの見解を示し、ヘルソン市からの撤退はウクライナでの侵略戦争が当初の計画と比べて、明らかに順調に進んでいないことをロシアの上層部が認めたと見られる数少ない例の一つだと指摘したんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。